竹やみぞは、日本の理論物理学者、理学博士。三段階論、技術論で知られる。福岡県生まれ。台北高等学校を経て、京都帝国大学理学部を卒業後、湯川秀樹、坂田昭一の共同研究者として、原子核、素粒子論の研究を進めた。その一方、中井昭一、久野おさむともに、反ファシズムを標榜する雑誌。 世界文化、土曜日に参加するなどしたため、二度にわたって検挙された。戦時下には、理科学研究所を中心とする原子爆弾の開発にも関わっていた。1943年に、ロシア人医師、ピニロピと結婚。終戦後は、鶴見俊介らと、思想の科学を創刊。創刊号の関東論文、哲学はいかにして、有効さを取り戻しうるかを表す。 その後、思想の科学研究会メンバーとして、科学史、技術論などの分野で論文を多く発表した。原子力問題でも積極的に発言し、アメリカの水爆実験を批判し、その一方で社会主義国による核保有を肯定した。広島や長崎への原爆投下については、反ファッショの人道的行為として、これを来賛した。安全性に関する理論は、 公害反対運動などにも大きな影響を与えた。1953年から1969年まで立教大学理学部教授を務めた。1954年にはに原子力に関する日本初の教科書といわれる教養の科学原子力を共同執筆立教大学への原子炉導入を積極的に推し進め、1957年の同大の 原子力研究所設立に尽力した。1972年原子力安全問題研究会を立ち上げた。1976年原子力資料情報局が発足し代表になる。白系ロシア人の妻ピニロピは、帝政ロシアの職業軍人の娘で、ロシア革命時に、一家で日本に亡命。合図で育ち、眼科医となり、東京、清瀬に、 竹谷病院を開設した。ピニロピとの間に生まれた息子の竹谷光は、ジャズピアニストから作曲家を経て、現在は、維持経済評論家、医療法人社団、レニア会の理事も務める。講談師の神田香織は、義理の娘で、姑をモデルにした、著書、ジョイ・レニアの物語、ロシアから来た女性は、愛の種をまいたを上司している。竹谷の今に残る業績は、 方法論などである。しかし、竹谷の主たる研究活動の領域は素竜士論で、素竜士論の検討から三段階論が生まれている。竹谷は、その生きた、時代、湯川秀樹、浅永信一郎、坂田正一と並び称された。絶望は鋭く、浅永は、竹谷の批判はきついが、たまに褒められると喜ばしいと述べている。竹谷は、パリティ非保存を解明しようとしたが、 若手はパリティも知らんのかと誰も竹谷についていかなかった。後にパリティ非保存はヤントリーにより証明され、二人はノーベル賞を獲得した。竹谷は残念あり、君たちは偉くなったのだ。私は若い頃軍論が得意だったと述べている。竹谷光を中心とする湯川グループは1個の P 中間子を交換する効果は、 比較的離れた領域での角力をうまく説明できることを示した。しかし、金字を挙げて2個の交換を見ると、良い結果が得られなかった。しかし、坂田模型では、基本粒子間の相互作用が元であって、床は型相互作用はそれから導かれた金字と、みなすべきことになる。名古屋グループは、この考えに基づき、粒子1個の交換ではあるが、 近距離までの核力をかなりうまく説明できた。これらの成果はハドロンの複合性を素粒子反応の面からも裏付けた。竹谷理論とは竹谷三つおによって形成され、定起された科学論、科学方法論を言う。主として三段階論と技術論からなる。三段階論現象論的段階実態論的段階本質論的段階技術論。 技術とは客観的法則性の意識的適用であると捉える新しい技術論を開いた。原子力平和利用の三原則の草案作成、竹谷は原子力平和利用の三原則として自主、公開、民主の草案にあたるものを提唱した。原子力基本法に書いてあるものの公開しないので批判していた。 放射線被曝における我慢量としての許容量の考え方竹谷は許容量とは安全を保障する自然科学的な概念ではなく放射線利用の利益、便益とそれに伴う被曝の有害さ、リスクを比較して決まる社会的な概念であって我慢量とでも呼ぶべきものであるという趣旨の説を提唱した。その後竹谷説は世界的に認められ、 ICRP の国際勧告においても放射線防護体系という形で反映されている。経緯具体内容1954年3月1日にビキニ干渉での米国による第1回目の水爆実験に巻き込まれる形で日本の第5福竜丸が被爆したが、これを契機として原水爆実験を原因とする死の灰の影響という、 ものが世界的に大きな問題として浮かび上がることとなった。被爆国である日本においては放射線被爆の人体許容量に国民の関心が集まった。それに応える形で原水爆の死の灰による放射線は米国で用いられている許容線量よりも低い線量なので安全であるという主張が実験実施国である米国側からも またそれに追従する日本の科学者からも言われた。急性の放射線障害といった確定的影響であれば、ある程度大きな線量被曝を受けなければその害は現れない。ところが、癌の発生及び後の世代に現れる遺伝的影響といった現代でいうところの確率的影響については、当時においても、敷地値が存在せずかつ障害発生の確率がそれまでに受けた。 被爆線量の総和に比例していると考える説が世界の専門学者らによって大体認められてきていた。米国側などが主張した無害な量を意味した許容量の科学的根拠が失われていることを見抜いていた立教大学教授であった竹谷は放射線防護のための新しい考え方として1957年に岩波新書原水爆実験において許容量とは 安全を保障する自然科学的な概念ではなく、放射線利用の利益、便益とそれに伴う被爆の有害さ、リスクを比較して決まる社会的な概念であって、我慢量とでも呼ぶべきものであるという趣旨の説を提唱した。その後、竹谷説は世界的に認められ、ICRP の国際勧告においても放射線防護体系という形で反映されている。 ありがとうございます。